いやー、やってきてしまいましたね、2023年。2022年、もう毎年言ってますけど早かったなと思いますね。まあでもね、まあ、どんな一年やったかなっていうのをこう振り返った時に、まあなんていうんかな、楽しく過ごせた一年やったなというふうに思ってます。まあ6月にですね、4番目の子供が生まれまして、息子なんですけど次男が生まれまして、まあこの多分ね番組でも言ったことあると思うんですけど、3番目の子が生まれた時は僕自分で取り上げてるんですよね。でまあ足がもう出てきてた状態やったんで、すごいパニックになりながらも内心もう焦ってはいけないと、妻にその感情を出してはいけないと思いながら必死で、次女なんですけど3番目を取り上げた記憶があるんで、4番目そんなことならんかったらええな思ってすごいビビってたんですけど、まあ普通に無事に生まれてきてくれましてですね、まあちっちゃめでえらい、2280ぐらいかなやったと思いますけど、ちっちゃめで生まれてきて未だにちっちゃいんですけど、まあでもすごいなんていうんですかね、すくすくと育って、可愛いなと、4番目でもやっぱ可愛いやなと思ってる今日この頃です。で、まあ私事ですけども、昨年で34歳になりまして、論語ってあるじゃないですか、孔子のね、あれで、なんかいろいろ書いてるじゃないですか、この何歳やったら何歳みたいな、15にして学を志し、30にして立ち、40にして惑わずですよね。まあ、30で立ったかな、多分ね立ったんちゃうかな、自立したとは思ってます。一応ね自分の家庭を築いて、仕事もしてね、なんとなく立てたかなと思ってます。ただ40で惑わず、これはできるかなと思ってます。まああと一応 5,6 年あるんですけども、迷わず惑わずに生きていけるかなというと甚だ疑問ではありますけど、まあでもその不惑を目指してね、頑張っていきたいなというふうに思ってます。で2023年どんな、1年にしたいかなと思った時に、大体ねこの番組では僕毎年毎年痩せるとかね、腹筋を割るとかね、まあそんな言ってたんですけど、しれっと1年半ぐらい前からですね、12キロぐらい減りまして、腹筋が割れてはまあないんですけど、まあもうまあまあまあ割れつつあるかなと。でピーチがね筋トレ好きやから、なんかちょっと小バカにしてたとか正直あったんですけど、最近僕も筋トレハマって、自重の、まあ、自分のね体重だけでの筋トレは限界があるから、ダンベル買わなあかんなとか思ってるので、まあ、筋トレも続けていけたらなというふうに思ってます。でさっきの論語の続きに、確か50にして天命お尻っていうのが出てくるはずなんですよ。間違ってなければ、間違ってませんかね。天命って天国の天に命ですよね。まあこれ僕の解釈で合ってるかどうか知らないですけど、天命って、まあ生きてるうちに何をしないといけないのか、何をするために今生かされてるのかっていうことじゃないかなと。まあそれを知るのが50だって言うんですけども、まあ僕好きな言葉があって、使命ってありますよね。使う命と書いて使命っていうのがですね、あるじゃないですか。で、その使命っていう言葉が好きで、でまあ結構僕もともとね葬儀屋さんで勤めてたりして、死生観とかを考えるのが好きではあるんですけど、人って日々死に近づいていってるわけじゃないですか、当然。でやっぱり今日一日も命を使って生きているわけですよね。だから今今日何をしてるかっていうことがイコール使命じゃないかなというふうに思うんですよ。使命っていうとね、なんかこうすっごい大きなことのような感じがするじゃないですか。でも結局その命を使って今生きている以上は、今日何をするかっていうことが一番大事なんじゃないかなというふうにも思ってるんですよね。で50の時に自分はこれで生かされてる、このために生かされてるっていうのが分かるかどうか分かんないですけど、でも振り返った時に、ああ自分ってこういうことをしてきたなって納得できるような、あと14年ですかね、生きていきたいなというふうに思ってます。なんか新年早々すごい真面目な話しかできなくて申し訳ないんですけど、でもなんかこう日々を生きていくこの毎日の大切さ、今ある状況環境とか、今与えられている人間関係とか、まあそういうことにやっぱり感謝して生きていくっていうことってすっごい大事だよなと思ったし、まあ2023年そういうふうに生きていきたいなというふうに思っています。